はい、今日やってきたのは横浜の元町中華街、あやかわ、茶屋の服に着替えて気合十分。でもさすがにカフェに入った時はちょっと恥ずかしくなってましたね。一軒目やってきたのは豚まんの老舗。ここの小籠包はもう飲み物です。豚まんはめちゃくちゃ大きい上に具材がいっぱい詰まっててめちゃくちゃ美味しい。あやかわリスナーさんおすすめのエビチリ串に挑戦。結構辛口でやみつきになる味。ここの台湾唐揚げは国産の鶏肉を使ってる上にスパイスがしっかり効いてて最高。その後もチャーシューメロンパンなるものや今流行りのパンダまんを食べました。ちなみにあやかわ肉まん割るのが苦手です。激辛味は要注意。デザートの杏仁ソフトは想像を超えてはるかに美味しい。だけど夏場はこれがあるよね。あ、やばい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 、ね、やばいって。お前初めて今日開けたバッグの帰る。ちなみに同じ場所にみんな同じように垂らしてました。